ランドール・パークはアメリカ合衆国の俳優、コメディアンである。1974年、カリフォルニア州ロサンゼルスに生まれる。母親はカリフォルニア大学ロサンゼルス校で経理の仕事をしており、父親は写真屋を経営していた。高校を卒業後はカリフォルニア大学ロサンゼルス校へ進学してアジア学を学んだ。大学在学中にアジア系の劇団に参加したことから、 役者の道を進む。2003年からプロとして、テレビドラマや短編映画などへ出演。以降は、順調にキャリアを重ねており、トム・ハンクス主演の、幸せの教室や、スティーブ・カレル主演の、鬼人たちの晩餐会、USA などへも出演している。また俳優としての活動のみならず、脚本と演出として、短編映画などを制作している。2014年、 セスローゲンとジェームズ・フランコが主演のザインタビューへ出演し、朝鮮労働党第一書記キム・ジョンウンを開演。朝鮮民主主義人民共和国の独裁政治を揶揄した内容のコメディ映画だったが、第一書記に対する描写が侮辱的という理由から北朝鮮から公開中止を求める抗議を受けたほか、その後起こった配給元であるソニーピクチャーズへのサイバー攻撃やテロ予告なども、 相まって影響を懸念した同社の決断で作品の公開を一時中止する騒ぎとなったが、その後公開が決定され、劇場及びインターネット配信によって公開された。ちなみに、同作品以外にも、テレビアニメシリーズ、ロボットチキンで、キム・ジョンウンの声も演じた。家族は、妻と一時、ありがとうございます。